ミズーリ大学コロンビア校。ミズーリ大学はアメリカ合衆国ミズーリ州コロンビアにあるミズーリ州最大の州立大学。ミズーリ大学群のメインキャンパス。アメリカ大学協会の一校。ジャーナリズム、農学、法学、獣医学の分野で著名。バイオテクノロジー分野にもかなりの投資をしている。ミズーリ大学コロンビア校と呼ばれていた。 ミズーリ大学と正式名称を変えた。ミズーリ大学コロンビア校は1839年、ゲイヤーアークとゲイヤー法により、ミシシッピ側衛生で初めての州立大学として、そしてミズーリ大学システムの最初の大学として、ミズーリ州、ブーグンコロンビアに創立された。水ズ大学システムは1870年、分校として、水ズ公や金学校を設立、水州、 フェルプス郡ローラに設置した。1963年には、私立のカンザスシティ大学を参加に加え、ミズーリー大学カンザスシティ校に改名。ミズーリー大学セントルイス校をセントルイスに設置した。1964年には、ミズーリー校や金学校をミズーリー大学ローラ校に改名した。1883年。 ルイジアナ・買収時に取得された領地に創立された大学ということで、トーマス・ジェファーソンの墓石が遺族より寄付された。現在もキャンパス内に設置されており、そのすぐ横にはジェファーソンのブロンズ像が建立された。1867年、女性の入学が初めて許可されたが、市範学校のみの入学であった。すべての学部に入学が許可されたのは、 1892年,18年1月9日、主要学者である学術会館がミシシッピー製で初めて電球によるとされる火災で6つの円柱を残して倒壊した。この円柱は大学のシンボルとしてフランシス中庭に現在も建っている。フランシス中庭園には1895年学術会館跡地に ジェシー会会が新学術会館として建設された。1908年、世界で初めてジャーナリズムの学位を授与する学校が設置された。2005年秋現在で学士課程、大学院含め約2万8000人の学生が在籍している。1935年冬、黒人系大学のリンカーン大学、リンカーンユニバーシティ、ミズーリ州の州都である、 ジェファーソン式にあるからの卒業生四人が、んっくの大学院への入学を拒否され、そのうちの一人である、エルエルゲインズが裁判を起こした。合衆国最高裁判所で争われた結果、九百三十八年十二月十二日、ゲインズ勝訴で、んっく法学大学院への入学、もしくはそれに準じる説、便宜を与えられたが、1939年3月19日、シカゴにて、 ゲインズは謎の失踪をする。1950年、学士課程においても裁判により黒人、マイノリティの入学を認める判決が出た。2002年、黒人文化センターは三人の意味を込めてゲインズと元理事で同じく入学を拒否された過去を持つ MOO オールドハムを新しい名称を採用したゲインズオールドハム黒文化センター、ロイド・ L ・ゲインズ、マリアン・ウォー。 ファロン・オルダム・ブラック・カルチャー・センター。2006年5月、ミズーリ大学はゲインズに対し、没後の名誉法学位を授与した。ゲインズは、んっくでの人種差別撤廃の第一人者となっている。ジェシー会館には、現在、大学の無数の運営事務所が入っており、ジェシー大行動と共に、大学の中心となっている。フランシス中には、周辺には、 赤レンガで建てられた建物が立ち並び、ここをレッドキャンパス、東側の石灰岩で建てられた区域をホワイトキャンパスと呼んでいる。ホワイトキャンパスの方が歴史的にも新しく、新しい学者もこの周辺に主に建てられている。が、石灰岩はコスト高のため、現在は白系統のコンクリートなどの建材が使われている。コロンビア自体が 大学によって成立した町であるという出自から、キャンパスに隣接した敷地に、町全体に今も送電する火力発電所がある。図書館は9つあり、約325万冊の蔵書、約690万のマイクロフィルムなどを収め、ミズーリ州最大の図書館となっている。u ンクは、公立校で6校しかない、法学、医学、獣医学の大学院を持つ大学の一つである。 また、世界で初めてのジャーナリズムスクールがあり、NBC、CW 系列の COMTV というテレビ局を運営している。COMTV はコロンビアとジェファーソンシティで放送されており、ジャーナリズム専攻の学生の授業やインターンシップに役立てられている。ウィキペディア英語版より、ウィキペディア日本語版に掲載されている人物を掲載。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。